はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、え本日からね、J クラ2023シーズン始まりましたが、えー、早速ね、限定のスターターというものが登場してますので、はい。こちらの、えー、85以上全選手徹底解説していきたいと思いますえ。ちなみにこちらの動画ね、パート4になりますので、すでにパート1からパート3までの動画は上がってるかと思うので、そちらに気になる選手がいる方は、ぜひね、ご覧になってみてください。で、あとですね、えー、今回の限定登場に伴いまして、 一応新機能とかがね、新シーズンになって登場してたりとか、あとは一応スキルもね、B スキルではありますが、新スキルが登場してますので、そちらの解説に関してはね、パート1で全て終えてますので、そちらをよかったらご覧になってみてください。ということで、早速こちらの動画も評価に移りたいと思います。まあ、各チームね、えー、2人ずつにおそらくなってるかと思うので、えー、このままね、えー、3チームずつですかね、1つの動画に。 3チームずつやっていきたいと思うんですけれどもちなみにこちらの、ね、限定の排出期間に関しましては3月29日から4月の25日の間になってますのでこちらご注意いただければなと思いますでは早速ね、えー、選手の解説、まあえー、評価に移らせていただきたいんですけれども一応ね基準がね、えー、こちらの動画ね一応評価基準ありますので、えー、そちらを説明した上で、ね、評価に入りたいと思いますで評価基準に関してはこちらです はい、えー。この動画の評価についてなんですが、えー、スキル能力値総合の3項目で1から5の9段階、点号を含めて評価していきたいと思いますのでよろしくお願いします。また、あ、特に能力値のとこね、えー、新機能の追加の影響も結構ありますので、まあ、そこら辺とね、絡めて、えー、もっと詳しくお話できたらなと思いますので、よかったら参考に聞いていってください。では、えー、早速1人目の選手紹介に移りましょう。まず1人目の選手こちらです。 はいえー、アルビレックス新潟の堀込優斗選手です。はい、堀込選手、スキル4.5、能力値が4、総合4.5で評価させていただいてます。まあ、ここ、スキル構成なんですがね、非常にいいと思います。まあ、ピンポイントタックル、インターセプト、フィードということで、まあ、しっかりと A タックル、B スティール持ってて、まあ、そこにフィードという形で、まあ、ここは4.5は出せると思います。で能力値に関しては、まあ、ディフェンスボナセンもね、ここ非常にいいと思いますね。であとは、まあオフェーあ、ディフェンチは、ね、1000ちょっとしかないですけど、まあ、4は出せると思います。 まあただ、ここもね、ブーストプラスとかの影響は結構受けやすい選手だと思いますね。まあ、スタミナ値の上昇とかもね、結構ありがたいと思うし、まあ、スタミナもね、基礎値1000以上あるんでね、まあ、ここも非常に上乗せしたらね、まあ、結構タフな選手になってくると思うので、まあ、そういったところの上積みとかをしっかり測ると、ここは4.5なりし、まあ、もしかしたら5ぐらいまでね、強くなる可能性は十分に秘めてると思います。で、総合に関しては4.5の評価で出させていただいてます。 堀米選手ね、左サイドバック適正しかないんですけれども、まあ、この適正あれば十分かなという感じのスキル構成だったりとか、能力値はしっかりと、はい、持ってると思います。まあ、結局ね、一つのポジションで使えればいいからね、ま、あ左サイドバック、貴重なポジションだし、まあ、これぐらいのスキルと能力値しっかりと持ってて、まあ、新機能もうまく活かすことができれば、まあ、ここは実用性のあるカードとね、十分言えるんじゃないかなと思います。 当然、堀込選手ね、まあ、去年の、まあ、いろいろ、まあ、成績、云々に関しましては、まあ、もうちょっとグレードね、高くてもいい選手だと思うし、まあ、比較的に青図とか、もフォーカス系とかもね、去年も97とかね、来てたので、まあ、今年もね、非常に注目度高い選手となってるかなと思います。まあ、やっぱり左サイドバックとか右サイドバックね、なかなかグレード高い選手が少ないというところもありますので、まあ、そのグレードがやっぱり高いっていうね、恩恵は結構大きいと思います。なので、まあ、今年もですね、 はい。そのグレードの高さを活かして、なおかつこの新機能もね、結構、そういう、こういった、なんていうかな、サイドバックの選手とか、で、ディフェッチ、ちょっとそんなに高くないよっていう選手でも、ちょっと持ったりとかしてね、まあやっぱそういった底上げもできるという点はね、結構恩恵がでかいと思うので、まあそういったところと絡めると、今年ね、結構火を吹きそうな選手の一人かなと思います。まあ実用性あるんですけれども、まあ使わないにしてもね、しっかりと保管しておくべき選手かなと思うので、 まあここは保管推奨でもあり、えー、しっかりとまあ実用するのであれば、ここは別に使っても、えー、それなりの強さを発揮してくれるんじゃないかなという評価になっています。まあ、今回のカードの中でも比較的当たりの部類かなと思います。はい。では続いて2人目なんですが、2人目は同じくアルビレックス新潟の谷口海斗選手です。谷口選手、スキルが4、能力値4.5、総合4で評価させていただいています。 はい、ここスキルの評価ちょっと難しかったですけどね。まあ、4.5よりの4ぐらいと思っていただければという感じなんですが、まあ、A の超絶ボレーもいいし、まあ、ミドルとストライカーの組み合わせも非常にいいと思います。うん。まあ、悪くないですね。ただまあそうですね。まあ、ボレー1本でどれぐらいやれるかっていうところなんですよね。うん。まあ、ストライカーが C とか、まあ B のミドルとかは、まあ一応打てはしますけれども、まあ、シュートセーバー対、シュートセーバーというところに関してはちょっと不安要素があるので、 まあ、ただこの A のね、ボレーはうまくいかせるか、いかせないかで、カードのまあ強さは当然変わってくると思うので、まあ、それでもまあ、スキルは、まあ、4.5でもいいような気もしますけどね。まあ、ただ、そのスキルのね、評価が変わりまして、えっと、ABB が出てきたんでね、まあ、そことの兼ね合いと見ると、やっぱ ABC はちょっと弱くは見える分、まあ、4にはしてます。まあ、でも、組み合わせ的には4.5ぐらいのレベルはあると思ってください。で、能力値に関しても、ここもボナー戦しっかりとオフェついててね、基礎値も、まあ、1200、 49かな、オフェチ。うん、十分だと思いますね。まあ、4.5は出せると思います。まあ、ここもブーストプラスの影響とか乗ってくると、正直5ぐらいのレベルには、はい、入ってくるかなと思います。で、能力値に関しては、一応スキル構成のことを考えて4にしてますが、まあ、ここ、能力値がしっかりとね、乗ってくると、まあ、4.5は出せると思います。なので、ここ結構やっぱり、そうですね、ボナ戦でしっかりとね、20%上乗せできてるんですが、それプラスアルファでもうちょっと乗ってくると、 まあ、おのずとカードの評価もやっぱ上がってくるのかなというところは、やっぱりフォワードの選手で、まあもうが、もうがっつり CF タイプなんですけど、うん、ってなると、まあ、やっぱりシュートセーバーとの対峙というところで、まあ、能力値もね、非常に大事になってくると思いますし、まあ、その能力値がね、高くなってくると、まあ、期待値もね、その分上がると思うので、まあ、そこは結構ね、連動性が強いかなと思います。まあ、なので、ブーストとかでね、上乗せできるんだったら、うん、もっといい評価と思っていいと思いますので、 まあ当たった方はぜひね、そこら辺の上積みもは、え測、ー、りたいところかなと思いますね。はい。では続きまして、えー、名古屋グランパスのランゲラック選手です。ランゲラック選手、スキル4、能力値4.5、走行4で評価させていただいています。はい、ここ、スキルね。うーん、まあ、ここもね、シュートセーバーがない分がちょっと厳しいところではありますが、他のスキルの組み合わせはね、良くてですね。 まあ B に制空権持ってたりとか C に積極的な飛び出し持ってたりとかいうのはまあいいと思います。なのでまあ4はつけときます。で、能力値もまあボナー戦しっかりディフェーついてるんで、ここもまあ4.5はつけときたいなと思います。なんなら5でもいいけどね、これね。うん。まあ4.5にしときましょうかの。まあ総合はあと4で。はい。つけさせていただいてます。うーん、難しいね。まあランゲラック選手がでもただこれぐらいのグレードで手に入るっていうのはある意味餌としては美味しいかな。うーん。 これそういう意味では美味しいと思うんですよね、個人的にね。うん。だからゲランゲラック選手の、例えば、まあ去年度もね、結構いい限定がもう何枚か出てて、まあ特にシュートセーバーのね、最後出たあのシーズンフォーカスのやつとか持ってる人からしたら、ウハウハじゃないかなと <laughs>。思うんですよね。今お気に入りで、とりあえず2次蹴ったら、まああとね、この後紹介するマテウス選手ですけども、まあ比較的ね、グレードも離れてて、やっぱ出やすいと思うので、まあそういった意味ではこれは、 非常にいいランゲラック選手を持ってる人からしたらチャンスであると思います。なので、まあ、どっちかと,いうと実用性よりも、やっぱり強化素材としての、まあ、価値の方が十分高いカードと言えるかなと思います。まあ、こうやって日頃ね、あのグレード高くてなかなか手に入りにくい選手がスターターでね、結構グレード落ちてたりすると、まあ、そういう意味では、まあ、梅さんのメッセージだと思うんですけど、今がチャンスだよっていうね、<laughs> なんか言葉が聞こえてきそうな気がしますよね。というところで、 まあ実用性はね、さすがにちょっとシュートセーバー持てないので厳しいにしても、そういった価値があるカードだと思うので、まあここ当たった人はね、基本的に保管しておくのがいいかな。やっぱり。まあ今後の限定とかでね、またシュートセーバーとかシュートセーバーの上位とか全然持ってくる可能性もあるし、まあ登場した時はグレード高いんでね、万が一当たった時っていうのは、やっぱりこういう餌が1個あるかないかとかでね、センス抽選も変わるし、まあ未参加もね、浮いたりするので、しっかりと保管しておくことをお勧めしたいなと思います。 はい。じゃ続きまして、えー、同じく名古屋グランパスのマテウス・カストロ選手です。マテウス選手、スキル4.5、能力値が5、総合4.5で評価しています。はい。ここ見ていくんですが、スキルに関してはね、ここはまあ、タイプとしてはそうですね、まあ、シャドウか CF なんでしょうけど、まあ CF 向きなんかな。まあ、非常にいいと思いますよ。まあ、コントロールカーブも強いし、 フォ、まあ、ルスナインも使い道全然ありますし、まあ、S ストライカーでね、近距離シュートもしっかり、まあ、PK とかもカバーできるというところを含めると、まあ、スキル構成のバランスとしては非常にいいと思うので、4.5はつけたいと思います。で能力値が、ここ基礎値ね、当然グレード95で高い上に、まあ、ボナセンオフェンスしっかり乗ってるので、ここも5は出せると思います。で、えー、総合は4.5で評価させていただいてます。まあ十分、うん、強いと言えるんじゃないかなと思います。まあこのカーブ系のシュートもね、結構やっぱ、うん、対、 そうですね。対、シュートセーバーとかに対しても別になんかその、部が悪いとかも感じないしね。はい。比較的悪い。今の環境でも全然通用するかなと思います。また、あ、このね、新要素をうまく活かしたいですよね。うん。まあ、当然ね、グレードプラス活かしたいですよね。あ、ブーストプラスね。<laughs> ブーストプラス活かしたいよね。活かせると、まあ、去年の、 どうすか、ね、まあクレの方に出たカードとかね結構スキル構成良かったからねなかなかクワスキにはなんないかもしれないけど能力値的な話で言うと別に分は悪くないと思うのでまあうん新要素はせっかくなんでここは生かしたいとこですね。はい まあ、生かさなくても十分な強さあると思うんですけど、まあ、なるべく生かして、まあ、CF とか、シャドウとかでしっかり使ってあげれば、まあ、点は取るね、可能性というのは全然秘めてると思うので、悪くないかなと思います。まあ、ただ、急所のスキルがあるかって言われたらちょっと怪しいけどね、まあ、例えば異次元とかボレーとかがあるかって言ったらないので、まあ、そこをどう見るかなんですけどね、まあ、でも実用性は、はい、十分にあると思うので、ここはまあ、特に CF、得点源に困ってる人は、頼ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。 まあ当然、あのー、使わないにしても、ここはしっかり保管しておいた方が、はい、間違いなくいいかなと思うので、まあそこも含めて判断してほしいなと思います。はい、では続きまして、えー、京都産が FC の浅田翔吾選手です。浅田選手はスキルが4、能力値4.5、総合4で評価させていただいてます。はい、ここ見ていくとスキルね、まあ、難しいね、評価がね。空中性のセリアハードタックルパスカット、まあ順番かな。 タックルやっぱ A に欲しいね。このポジションといい感じだと。これね、もしそのタックルが A とかだったらサイドバックとして見ると非常にいいんすよね。うん、ディフェンチ高いしね、浅田選手ね。っていうところはちょっと惜しいポイントかなっていうところで、まあ4が精いっぱいかなと思います。ただまあ組み合わせが悪いだけで、まあついてるスキルの種類とかあんま悪くないですね。はい、いいと思います。で、能力値に関しては4.5は出せると思います。まあここもボナセンディフェはね、効いてくると思います。 で、総合は、A、4で付けさせていただいてます。まあ、ここ惜しいね。惜しい1枚ですね。惜しいなぁ。これ、A がね、タックルだったらね、結構今回の中でもね、そのグレード低い選手でね、ま、あここまでね、マルシーノ選手とか結構いい評価出してきましたそこの辺の選手とね、ほんと匹敵するぐらいの評価は出せたと思うんですけどね。ま、あ惜しいね。スキルはもう変えれないからね、能力値が足りないとかやったらあれやけど、 ね、センスとかで、まあ、つければいいんじゃないって話になってくるんですけど、なあ、スキルはね、変えれないからね。まあ、こればっかりはちょっと仕方ないのかなと思いますね。はい。まあ、でも、まあ、ハードタックル B にしても、最低限の活躍はするんじゃないかなというところで、まあ、本当に左サイドバック困ってる人がいるんだったら、まあ、とりあえず穴埋め的要因でも使うのは、まあ、なしではないかなと思いますね。はい。まあ、ここも、まあ、実用性のあるカードというよりは、まあ、難しいね。ちょうど間ぐらいかな。 まあでも、浅田選手も、まあ当然ね、左サイドバックの,あのディフェンス高い選手としての需要はね、結構高い選手なので、まあ当たったら基本的には残しとった方がいい選手かなと思いますね。うん。ってな感じがするので、ぜひね、参考にしてみてください。では、最後の選手になります。同じく京都産が FC の武田翔平選手です。武田選手、スキルが4、能力値4、総合4で評価させていただいてます。 はい、ここね、難しい感じしますけどね。スキルに関しては、うーん。まあ、シュート、シュー、シって言うなら、まあ、シュートスキルがミドル系とかだったらよかったかなぐらいですかね。まあ、鋼の心臓も悪くないし、まキラパスも悪くないし、って感じがします。まあ、ここね、しっかりと AB スキルで、まあ、鋼の心臓でね、高い位置で取って、まあ、前線の選手にね、キラパスで通すっていう役割もできるので、まあ、役割ははっきりしてる分、まあ、使いやすさはある意味あるのかなと思います。まあ、スキルは4は出せるでしょう。 で能力値に関しても、まあ、オフェンスにね、しっかりベクトル向いてるのもいいと思うし、まあ、5打オフェンスついてるんで、まあ、能力値もね、4ぐらい出せると思います。まあ、ここもブーストプラスの恩恵とかがあると、能力値的には評価に関して4.5とか出しやすい選手であるかなと思います。まあ、全体的にやっぱね、高い選手なんでね、まあ、ここら辺の総上げというのは結構効くんじゃないかなと思います。で、総合に関しては、まあ、4が評価かなと思います。 まあ、ここでもさっき言った通りね、能力値の変動とかでちょっと変わってくる可能性はあるし、より、えー、例えばトップ下とかで使って、まあ、よりアシスト寄りの選手をね、使いたくて、たまたま今いなかったんだよねっていう人とかは結構穴埋めに向いてる感じはしますね。うん。まあ、適度にね、鋼の心臓で守備する機会もね、まあ、ないとは言えないんですけど、ただ能力的な話をすると、結構ファールとかはちょっと多いのかもしれないですね。そこはちょっと使ってみないとっていうところが、まあ、どうしてもありますが、まあ、やっぱね、ここっていうとこにオフェブレって結構効いたりするんでね、 まあ、そういう意味で、まあ、使ってみても、まあ、面白い選手かなとは思います。はい。まあ、できれば使うんだったらね、能力値もうちょっと底上げできると、なおいいと思いますね。はい。ということで、えー、6選手評価終わりまして、振り返っていきたいですが、今日どうすかね、この枠に関しては、結構その、いろんな意味で美味しい選手とかが多かったかなという印象があります。まあ、堀込選手もね、当然、まあ、ポジション的にもそうだし、まあ、これからのね、限定とかも期待できる分美味しいと思うし、 まあ谷口選手もね、十分このカードだけでも、まあ、本当に能力値のね、底上げさえできれば、まあ、全然、はい、ありだと思うし、まあ、ランゲラク選手はね、グレード88で手に入ることなんてまずないので、まあ、これは本当、素材確保としての意味はすごくあるかなと思うし、まあ、マテウ選手はね、十分強いし、まあ、浅田選手もね、左サイドバックの需要としての高さはあるし、まあ、武田選手もね、さっき言った通り、うん、まあ、仕事はしっかり、はっきりやることははっきりしてるので、 まあそこに向けてどれぐらい能力をね、上積みして活かしてあげれるかというところが大事になってくるかなというところで、まあ、比較的そんなに気難しいカードはなかったかなという印象があります。まあ、どれも結構わかりやすくて、まあ、どうしてあげるべきなのかというのはね、しっかり見えてくる選手たちだと思うので、まあ、使いたいカードがね、中にいたらよかったら参考にしてみてください。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。